い、それでは参ります。イエス。第2問こちら、超難問。ディディン。空欄に入る数字は何でしょう。さあ、かなり難しい問題を今回ご用意しております。さあ、4が2になって、5は5、6は9、7はいくつ。さあ、なんで4から始まるか考えてください。はい、第一ヒント。あ、なるほど。4から始まってます。はい、鈴木さんどうぞ。14。はい、お見事、正解です。さあ、伊沢さんは頑張ってみますか。なんだこれ。答え教えてもらうのでいいですか。はい、じゃあ鈴木さん解説お願いします。ちょうど、まあ、4から始まってるっていうので、多分3以下は多分そもそも定義できないとか、そもそもないって思ったんです。で、4から始まるっていうと、あの図形をそれぞれ書いた時に、まあ、その対角線の数が答えです。はい、これはその通りです。これあれだ、縦の259の周期で見るべきでしたね。まあ確かにそういうこともできますね。あ、確かに。正解は、正四角形の対角線が2本、正五角形の対角線が5本、正六角形の対角線が9本ですので、正七角形の対角線はということで14本なんですが、まあ、数学の性質として、2から5に3増えて、次は4増えてとなっているので、次は5増えるというふうな、まあ、性質も、まあ、数学的にはある。なるほど。皆さん、答えに至れませんでした。そうですね、普通になんかこうフィボナッチ数列を計算したり、あの円周率を書き出したりしてましたね。さあ、鈴木さん、誰のライフを削りますか。辰巳さん、辰巳さん。やっぱりじゃあ伊沢さんで。はい、まさかの伊沢さんということで。はい、このくだりいらねえだろ。